どうも、ねずっちです。袋麺の売れ筋トップ200という記事がありましてね、1位が札幌一番味噌味、2位がですね、札幌一番塩味ということで、札幌一番がワンツーフィニッシュを決めたんですけどね、これうちの嫁にですね、覚え方は簡単だぜこれ、つってね、何どうやって覚えんのって言うからね、1、2、3用って覚えんだよとか言いましてね。そしたら、ああ、産業食品だから、ああ、なるほどね。でもそんなことしなくてもこれぐらいスッと覚えられるよって言われましてね。あ、そっかと思ってね。ラーメンだけに麺食らっちゃいました。ねずっちです。では、また。